メルケル首相が9月初旬、ハンガリーに溜まってしまったシリア難民を例外的に引き受けると宣言して以来、9月5日から10月15日までの6週間で、40万9000人もの難民がドイツへやってきた。さすがにこのままでは収拾がつかないとして、早急に数の自由限を定めて、秩序だった受け入れを実施すべきだという声は与党内でも高まっていたのだが、メルケル首相は、政治難民の受け入れに上限はない、として断固譲らなかった。しかし、そのおかげで、受け入れを義務付けられている州政府、また、その下で実際に受け入れに当たっている自治体が、ものすごい困惑ぶりだ。その混乱ぶりから、ドイツは今、解決法のない困難に遭遇して、いると言っても過言ではないだろう。しかし、善意、や、人道主義だけでは解決しない難民問題に対し、ドイツは24日、シリアをはじめ複数の国から数多くの移民らが押し寄せている状況を受け、難民申請に関する新法を予定より1週間前倒しで施行し、難民申請の規則を強化する政策に出たのだ。新法案は国会で迅速に採択され、11月1日に施行される予定だったが、23日、司法官報に掲載されたため、翌24日に施行されることになった。難民問題に関する政策の調整を担当するペーター・アルトマイヤー官房長官は、公共放送 ARD に対し、前倒しの動きは、これから難民申請をしようとしている人々への合図、と述べた。新法では、ドイツを、移民らにとって魅力のない国に変える努力として、これまで結果を待つ難民申請者に支給されていた現金が物品の支給に変更されることや、難民申請を却下されたものの国外退去手順も早められるという、アルトマイヤー官房長官は、ドイツに滞在する権利を持たない難民申請者の国外退去に関しては、我々は改善を試みている、なるべく早く、今年中にも行いたい、と述べた。